買っちゃったよ、ギター。はい、こんばんは。いらっしゃい。お疲れー。今から帰ります。歌舞伎町です。ギターを買いました。帰って弾こうと思います。風船プレゼントありがとう。風船ありがとう。ギター買ったよ、ギター。お疲れー。カズさんお疲れー。ついに俺もギタリストデビューします。今日から僕はギタリストです。ああ、すずさん仕事始めたっていうか、もう4ヶ月5ヶ月ぐらい経つでしょ。去年の7月から働いてるから、だいぶ前から働いてるよ。うん、エレキギターだよ。ルッチいらっしゃい。レスポール買った。レスポールですね。家で練習する。何から練習すればいいのかな、ギターって。これギター弾けないんだけどさ、大丈夫かな。素人でも上手くなるかな。あ、やべえ、シールド買ってねえ。シールド買ってねえわ。シールド買い忘れた。やば、空引きじゃん。え、空引きかよ。シールド忘れたわ。寒い。早く帰ろ。いくらのやつ。いや、それはあれでしょ、家で開封して。やっぱうちのリスナーともなったらもう見ただけでわかるでしょ。うん、もう見たらわかるでしょ。うちのリスナーともなれば目が肥えてるわけだから。まあ正直初心者が買う値段のギターではないですね。その辺の初心者が買う値段ではないですよ、俺クラスになると。いや、まあレスポールですよ。いや、もうずっと最近もう寝る前検索しまくってたからね。いや、ギブソンが何かよくわかんないけど、そういう専門用語やめてください。ちょっとギブソンとかよくわかんねえわ。ついに憧れのレスポールを手に入れたよ。ギターとピックはプレゼントされて、ストラップと
いや、エピフォンとか専門用語やめてください。ちょっとよくわかんないんで。とにかく早く、俺はギタリストとして早く家に帰って演奏したいですよね。寒い。黒のギターですよ、黒の。ブラックです、ブラック。タバコ一本吸ってくか。もうマシュマロいらっしゃい。タバコラスイチだったわ。ナンバーズの定期購入でランダムと決め出すので2種類ずっとあれですけど当たんないでナンバーズを、まあ、たまに2000円ずつ俺4ヶ月で17キロ太った。一気に口座増えてねえかなって期待してみる。17キロ太った。盗みたらさすがに来ないでしょ。やばいよね。体重77キロで今。激太り。ダイエットなんかしないよ。女じゃねえんだから。いや、ギター楽しみだな。何系のジャンルやる？何系のジャンルが似合うかな？もうあれか、基礎練とかやんない、独学だけで極めようか。独学だけで。あ、ノンタン了解。ノンタンはギター買ったわ。ギター買った、ノンタン。家帰ったらギタリストとして帰るから。ギタリストを和道として家に帰るから、よろしく。やったよ、ついに俺の相方が決まったよ。そうだって嫌いなんだよね。だからシールド買い忘れたんだよね。だからネットに載せらんないんだよ、音は。空引きしかねえ。
空弾きしか。ギター買ったよ、ほら。ギター買ったよ。はい、また2。歌舞伎町でギターを買いました。風船ありがとう。ヒカルが、ヒカルくん歌舞伎町にいんの今。いや待ってるって言われても全然約束とかしてないでしょ俺。和道さんに会いたいって言ってる。どこにいんの、歌舞伎のどこにいんの。いや歌舞伎から離れて西口来ちゃったんだけど、どこにいんの、場所教えて、場所。あ、数合わせてありがとう。ピグさんありがとう。どこいんの、ヒカルくん。場所は、場所は、いいや帰るか。場所わかんねえなら行きようがねえもんな。ゴジラ、ゴジラってあのホテル、え、ゴジラってどこ、ゴジラ南、何ゴジラって、ゴジラ前行くか。じゃあアパホテル、アパホテルってどこにあったっけ、歌舞伎。え、アパ、いや別に行ってもいいけど、行った方がいいの。あ、テルチャンピンもいいの。あ、いいよ別に。じゃあ今から行くよ。え、アッパで何すんの。何もしないよ。なんかヒカルくんが会いたいっつってるから行くだけだけど。ヒカルくんが今いいんだって歌舞伎に。いや、テルチャンピン仲いいもん別に。じゃあ行くよ、アッパうまい。え、てかアパホテルがどこにあるか分かんないんだけど。はい、ワード2。いや別に帰っていいんだったら帰るけど、ヒカルくんが会いたいって言ってくれてんなら行くけど。東宝シネマの向かい、あ、じゃあ行くわ。歩いて5分ぐらいだ。帰る？どっちでもいいよ。ワード2。疲れい、ワード2。いや、コラボっつうか、いや分かんないけど、なんか会いたいって言ってくれるらしいよ。今からじゃあ顔出すかっつって。ギター買ったんだよ、ギター。
あ、バッテリー切れるかも。バッテリー切れるかもしんない。あ、パルパルはあったらさらうよ。パルパルってやつ俺のことディスってるらしいから、文句あるらしいから、あったらさらうよ。ギター買った買った、今買ってきたギターで。家帰ろうとしてたらヒカルくんとテルチャンピンがなんかあの歌舞伎にいるらしいんだよね。あ、パルパルってやついんの。あ、そう、おー、パルパルいんの。あ、さらうわ。どこいんの。なんか俺に喧嘩売ってるらしいから、うん、はっきりさせようか。さねえ、喧嘩売ってるらしいからさ、あ、いるんだ。あ、そう、ヒカルくん待ってる。オッケーオッケー。ギター買ったよ。仕事終わったから自分の好きなもの買うとか最高じゃん。けじめつけようぜ。最高だよね。試し引きしたよ。パルパルは俺に文句あんだって。喧嘩売ってるずっと。で、なんかめちゃめちゃ喧嘩売ってっから、あ、てめえ東京来たら覚えとけよっつってっから、いるんだったらちょうどいいわ。ジェダイって誰。いや、挨拶だけしたら帰るよ。そう、パルパルに用があるから俺。東方シネマズの前にいるけど、どこ。どこ、どこら辺にいんの。どこにいんの。今東方シネマズの前だけど。向かい側、向かいってどこだ。どこいんの。いないけど。向かい、向かいってどこ。いないよ。ギター買った買った今日。どこにもいないよ。左斜め、なんか女どもがたむろしてるだけだね。いや、誰もいないけど。店いないけど、誰もいないね。東方シネマ見える？どこなんだろう。今東方シネマ前だよ俺。ほら。ゲーセンの前。あ、向こうか。わかったわかった。セガの方か。ケセラ、ケラケラ、ケラケラってどこ。ケラケラってどこだ。どこだろう。あれか、いたいた。はい、
いた。あれじゃない？あれじゃない？それ。それ。えっえっ。あげましょうね。左じゃなくて縁起悪いから。左じゃなくて縁起悪いから。タモさん来たわ。えっ。いやー。ほっつけるよ、うん、ほっつけるよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。